これはケバブだ。早間のやつドネルケバブで来やがった。トルコ料理か。そう、ドネルは回す、ケバブは焼くという意味だ。回転させながらじんわりと火を入れることで脂身やスパイスの旨味が溶け合うように焼き上がっていく。うおー、香ばしい油の匂い、超うまそうだ。なんだ、葉山がパティを焼き始めた途端に客の表情が変わった。口の中だけじゃないだろう、味の世界は完成だ。葉山明選手のハンバーガー、圧倒的な肉の香りが肉肉っと場内に充満しています。うわー、すげえ。肉厚ハンバーグの上に熱々のケバブまで。はよはよ審査員が漏れなく犬化してる。お待たせしました。何のつもりだ葉山明、あれではただくどい味になること必至。いくら香りで引きつけようと味そのものに品位がなければ。思わず夢中に、もう食べきってしもうた。パンツにはピタを選択したか。ピタパン、高温で焼いて膨らませたポケット状の空洞に食材を挟み込んで食べる中東のパン。このケバブは自家製ヨーグルトソースで臭みを取り、スパイスの風味を引き立てている。そしてハンバーグパティはキョフテだ。羊肉と牛肉を合わせ香辛料たっぷりで仕上げるトルコのハンバーグ。